上野駅13番線で出発を待つ、北斗星メディアを再生する仙台駅1番線に入線する、北斗星函館駅を発車する、北斗星北斗星は、かつて、上野駅札幌駅間を、東北本線、岩手銀河鉄道線、青い森鉄道線、津軽海峡線、函館本線、室蘭本線、千歳線を経由して運行していた、寝台特別急行列車である。 食堂車やロビーカー、個室寝台を連結し、日本初の豪華寝台特急とも言われた。本校では過去に同様の系統で運行された臨時寝台特急列車、エルムなどについても記載する。青函トンネルが開業した1988年3月13日に、初めて東京と北海道を乗り換えの市で直行する。 列車として運行を開始した。定期運行当時、走行距離 1214.7km は、JR グループが運行する定期旅客列車として最長距離であった。このうち JR 線 1010.8km である。定期運行末期の段階では、臨時列車も含めた全旅客列車で、トワイライトエクスプレスに次ぎ、同一経路で運行される、カシオペアと、 同順位の2位であったが、トワイライトエクスプレスの廃止後は1位となった。運行開始当初は1日3往復が運行され、うち1往復は臨時列車扱いだった。1989年3月11日には3往復すべてが定期列車となった。1999年7月16日のカッシオペア運行開始後は1往復が、 臨時列車に格下げされ、二往復の運行となった。また2008年3月15日以降は、北海道新幹線建設工事に伴い、青函トンネルを含む津軽海峡線区間での夜間、工事時間帯確保のため、一往復の運行となった。運行開始から25年以上を経ても、なお、首都圏北海道間相互の観光客需要を、中心に根強い人気があった。 2008年以降、一往復に減便されたことも、相まって、特に繁忙期は、個室信頼を中心に、1ヶ月前の信頼指定券発売開始後すぐに、売り切れることも多かった。しかし、車両の老朽化や北海道新幹線の走行試験が始まることなどを理由に、2015年3月14日のダイヤ改正をもって、定期運行を終了した。しかし、 車両の全般検査の期間が残っていたため、同年4月2日からは、臨時列車として、カッシオペアと同様のダイヤを用いて2日に1便で、カッシオペアと交代する形で運行していた。個室寝台を倍化し、ロビーカーも1両分に組み替えられた。2015年8月22日札幌発、翌23日上野木の列車をもって、 臨時運行も終了して27年半の歴史に幕を閉じた。また、国鉄時代より57年にわたって運行された、ブルートレインも、その営業運転に幕を閉じることとなった。天体の北斗七世、北極星が由来となっており、夜行列車は、天体名にちなむとかつての慣例や、宇宙的なイメージからとされる。急行、浜なス、快速、 海峡とともに一般公募により決定された。なお、一般公募で募られた候補は、北海が、得票数1位で、以下、単調、オーロラなどが続いたが、結局はわずか15票で108位の北斗星が採用された。北海道新幹線開業により、青函トンネルを含む約8 2キロメートルが、新幹線と在来線の共用走行区間となり、河川電圧が、 在来線用の2万ボルトから新幹線用の2万5000ボルトへと変更される。2013年11月6日、2015年度末に予定されている北海道新幹線開通に合わせ、同年度中に廃止される見込みであることが報道された。北海道新幹線開業に伴う青函トンネルの河川電圧の変更に伴い従来の電気機関車が使えなくなり、 JR 北海道と東日本では、代わりの機関車の心臓予定もないため、夜行行、ハ浜那須や、寝台特急、カシオペアと共に2016年3月に予定されている、北海道新幹線開業前に廃止となる降参が、極めて大きいとの見方から、存続問題に関心が集まっていた。2014年8月、北海道、青森県、岩手県の幹部が、 国土交通省を訪れ、新大特急、カシオペアや、北斗星の存続を、JR 北海道などに働きかけるよう求める、要望書を手渡した。2014年12月4日、北斗星を2015年3月14日の、ダイヤ改正で廃止する方向となったことが、報道された。老朽化に加え、北海道新幹線開通に関連して、青函トンネル等の工事や、 走行試験が始まることが理由としている。その後、同月19日に正式に廃止が発表された。発表によれば、引き続き設定が可能な時期まで、臨時列車として運転いたしますとされ、記事の通り8月の下旬にあたる8月23日、上の到着をもって、廃止となった。2015年1月23日に、最終運行日を、 同年8月22日札幌発にすることを呼び、臨時列車化後はカッシオペアと同様のダイヤで運行することが発表された。廃止後の客車に関し、北海道編成はすでに海外に譲渡、売却されたものを除きジニア町に留置されていたが、2015年9月14日から解体が始まった。運行終了に前後して、複数の譲渡希望があった。 東日本編成も結局、売却、譲渡された一部の車両を除き順次、長野総合車両センターに向け廃車改装され、10月2日より、解体が始まった。DD51 県員による、北斗西1日1往復、片道約16時間をかけて、上野札幌間を走行した。列車番号は、下りは8 0 0上りは8008であった。なお、 定期列車時代末期の列車番号は、下りが1、上りが2であった。上野駅、大宮駅、宇都宮駅、氷山駅、福島駅、仙台駅、函館駅、京由森駅、八雲駅、を車万部駅、東谷駅、建門別駅、東室蘭駅、上り別駅、苫小牧駅、南千歳駅、札幌駅、県員機関車、客車、客車は24系客車で。 全社オグ車両センター所属の12両編成で2015年4月2日から臨時列車としては札幌発の8月22日まで運転された青森駅と函館駅において方向転換を行うため両駅間は進行方向が変わり逆編成となった2012年3月までは短絡線経由で青森信号場に運転停車し方向転換は 函館駅のみで行っていたため、函館札幌間が逆編成だった。過去に存在した JR 北海道所属車両の特色として、個室寝台車の車体側面は、本列車専用デザインのエンブレムが取り付けられていた。これは、オリエント急行に使用されている、ワゴン2客車の向かい自死のマークを参考にデザインしたものと言われている。その後廃車に伴い、 盗難防止のためにすべて撤去された。A 寝台ロイヤルで提供される、ウェルカムドリンク B 寝台個室タイプ、従来の二段式解放タイプの2種類があった。いずれも1名あたりの寝台料金は同額。定期運行時代には、B コンパートと呼ばれる、開放式 B 寝台に鍵付きのガラス戸を取り付けた、簡易個室も存在していた。食堂車。 グランシャリオ本列車は、食堂車を連結していた。フランス語で、北斗七世の意で、グランシャリオと命名された食堂車が7号車に、蘇生され、フランス料理や和食、軽食類などが用意された。JR 東日本の飲食サービス市会社である、日本レストランエンタープライズが営業を担当した。ロビーカー6号車は、ロビーカーがあり、すべての乗客が、 利用可能であった。ソファや飲料自動販売機、共用シャワー室などが設置されていた。シャワーの温水は1名あたり延べ6分間使用可能。利用時は、シャワー券を購入する必要があった。なお、共用シャワー室に、タオル、石鹸、シャンプー等のアメニティ類は設置されていないので、シャワー券と一緒に購入するか、持参する必要があった。なお、ロビーカーは、 客車がすべて JR 東日本所属車となった2015年3月14日のダイヤ改正で7年ぶりに復活したが、それまで4両あった全室ロビーカーの内廃車を免れ唯一保留車となっていた1両を使用した。2015年3月14日のダイヤ改正以降は自動販売機は利用できなかった。このか、2001年に 石章線、根室本線の特急、マリモを、北斗製の車両が使用された、北斗製マリモや、2002年に、宗谷本線の特急、リシリを、北斗製の車両が使用された、北斗星リシリ号が運転された。北斗星リシリは、稚内駅で木回しができない、関係上、南稚内駅までの運転となった。夢空間北海道号、北斗製札幌行、 ありがとうございます。